イルミナティは1982年に発売されたスティーブ・ジャクソン・ゲームズ社のカードゲーム。各プレイヤーが他のプレイヤーと争いながら自分の支配組織に小組織を取り込んでいき、一定数を支配したら勝ちというもの。近世の秘密結社イルミナティをゲーム化したものであり、ロバート・アントン・ウィルソンとロバート・シェイが1975年に発表した小説。 イルミナティ三部作に触発されて作成された。このゲームのカードに描かれたイラストが、後の重大事件を予言している、として話題になった。プレイ中の様子ゲームには、絵柄が書かれた、カード、ゲーム用、貨幣、2個のサイコロが使われる。カードは3種類ある。イルミナティカードとグループカードには、攻撃力、防御力、収入が、数字で記載されている。 イルミナティカードにはカードの紙片に支配できる矢印4個が描かれておりグループカードには支配される矢印1個と支配できる矢印最大3個が描かれている各グループカードにはいくつかの政治思想属性が書かれている政治思想にはリベラル、バイオレント、ガバメントなどがあり攻撃や防御の結果に影響する攻撃力には 基本攻撃力と補助攻撃力がある。補助攻撃力があるカードには補助攻撃力がで表示されており、例えば攻撃力3、2のカードは基本攻撃力3、補助攻撃力2である。補助攻撃力を持つカードは隣のグループの攻撃を援護することができる。ポケットボックス版では6つのイルミナティカードが設定されており、それぞれバイエルンのイルミナティ、 ディスコーディアニズム、UFO、クトゥルフの従者、バミューダトライアングル、チューリッヒの高2である。デラックス版では、暗殺教団、人工知能ネットワークが加わった。さらに Y2K 版では、アテンサイ協会、シャングリラが加わった。各プレイヤーは、イルミナティカードを1枚選択し、そこを起点にグループカードを取り込んでいく。各、イルミナティカードは、攻撃などの際に、 いろいろな特殊能力を発動することができる。プレイヤーには半時計回りで順番にターンがやってくる。プレイヤーは自分のターンで攻撃、資金調達、資金の移動、カードを引くなどの行動をとる。行動の主体は攻撃である。攻撃には支配、無力化、破壊の3種がある。支配攻撃を仕掛けるためには攻撃を仕掛ける自分の支配組織が 未使用の支配できる矢印を持っている必要がある。プレイヤーは KKK が CIA の援助を受け、ヤッピスを攻撃のように宣言し、2個のサイコロを振る。攻撃側の攻撃力が10、防御側の防御力が5の場合、サイコロの目が5以下であれば攻撃が成功する。ただし相手のイルミナティカードに近いグループを攻撃した場合、 イルミナティカードからの距離に応じて防御力がプラスされる。また、攻撃するグループ、防御するグループともに自分の持つ資金を投入して攻撃力、防御力を一時的に上げることができる。特殊カードを攻撃や防御の補助として使用することができる。攻撃に成功したら、そのグループを自分の支配下に置くことができる。そのグループが支配していたグループも、そのまま、 攻撃側に吸収される。無力化攻撃を仕掛けた場合は、攻撃側の攻撃力にプラス6が加えられる。ただし、攻撃に成功しても、自分の支配下とすることはできず、攻撃されたグループは未支配グループとなり、その支配グループも未支配グループとなる。破壊攻撃を仕掛けた場合、攻撃に成功すると、攻撃されたグループは盤上から取り除かれる。 プレイヤー同士で特殊カードや支配グループを売買することができる。プレイヤー同士は堂々とあるいは密かに協力しても良い。協力者を裏切るのも自由。勝利条件はイルミナティカードごとに異なる。イルミナティカードに記載された数のグループを支配するか、または記載された特殊条件を達成した場合に勝利となる。基本ルールのほか 上級者向けの拡張ルールも設定されている。1981年9月、ゲームデザイナーのスティーブ・ジャクソンとイラストレーターのデーブ・マーティンは、小説、イルミナティ三部作のゲーム化を検討した。ただし、小説のゲーム化では、ゲームが複雑になりすぎること、及び著作権上の問題が生じることから、 この小説の元となった18世紀の秘密結社、イルミナティそのものをゲーム化することにした。ジャクソンはイルミナティについて研究し、スティーブ・ジャクソン・ゲームズ社のゲームシリーズポケットボックスの一つとして1982年7月に発表した。ポケットボックス版発表の翌年、3つの拡張セットが発表された。小説、イルミナティ三部作の著者の一人であるロバート・シェイは、 1983年に発表されたこのゲームの解説本に序文を寄せ、その中でこのゲームの背後にはイルミナティがいるのかもしれないと述べている。1987年イラストをカラーで一新したデラックス版が発表された。ポケットボックス版の2つの拡張セットはデラックス版に取り込まれ、3つ目の拡張セットは デラックス版の拡張セット、ブレインウォッシュとして再販された。1995年、小説、イルミナティ三部作の別の著者ロバート・アントン・ウィルソンは、このゲームは小説を利用したものであり、法の抜け穴を利用して著作権料を支払っていないと批判している。このゲームのカードに描かれたイラストや説明文が後の大事件を予言しているとして、たびたび話題になっている。 例えば、特殊、カード、テロリストの家には、連立するビルの一棟の中原が破壊されている絵が描かれており、これが、後の2001年9月11日に起こった、アメリカ同時多発テロ事件の、ワールドトレードセンターツインタワー攻撃に似ていると、紹介された。また、グループカード、ペンタゴンの絵は、アメリカ国防総省ペンタゴンが炎上しているようにも見え、同じく、 アメリカ同時多発テロ事件を彷彿させると紹介された。2016年にはピッツァ・ホー・ザ・シークレクト・ミーティングのカードがピザ・ゲート事件というカードが新たな予言的中とみなされた。そのカードには世界で初めてウイルスが確認された中国武漢に実在するホテルに告示した建造物とその感染源とされているコウモリが一緒に描かれたイラストとなっており、 カードテキストも加味すると悪魔たちによるによって引き起こされた異常なという意味を持っていたため多くの関心を集めた。また武漢ウイルス研究所がパンデミックと共に爆破された事件はラボエクスプロージョンのカードが示唆しているのではないかとも言われておりさらなる陰謀論を生むこととなった。一方でこのゲームのカードは500種類以上もあり偶然であると記す書籍もある。 ありがとうございます。